サドは日本海軍の解剖艦。普遍的にはエトロフ型解剖艦の3番艦とされているが、海軍省が定めた艦艇類別等級では占い守る型解剖艦の7番艦。解剖艦サドは日本海軍が日本交換株式会社鶴見造船所で建造し、1943年3月27日に竣航した解剖艦。竣工から間もなく、 姉妹艦松和と共に第一海上護衛隊に編入され、東南アジア方面の船団護衛任務に従事した。同年11月15日、海上護衛総司令部の設立に伴い、第一海上護衛隊所属の本艦も同部隊の帰化となった。1944年5月頃から、非船団の護衛に加わり、大高型航空母艦と行動を共にする。八月十六日より、 1> 第1海上護衛隊の総統隊に所属。8月17日、佐渡及び領艦は台湾から非71船団に合流、空母大鷹等と共にシンガポールへ向かう。だが、非71船団はアメリカ海軍潜水艦複数隻に襲撃され、8月18日夜から大鷹や即急沈没等の大損害を受ける。対戦総統に従事した。 解剖艦3隻も遭難現場からマニラへ移動中、8月22日に、米潜水艦2隻の襲撃により、揃って撃沈された。解剖艦佐渡は、1941年に決定した、丸球計画により、日本海軍が建造した、急増解剖艦。解剖艦公型、火唱艦名第312号艦として計画。1942年2月21日、 日本交換株式会社鶴見造船所で寄港。8月20日、日本海軍は建造中の阿賀野型軽事務艦を、矢作、秋月型駆逐艦を、若月、解剖艦4隻をそれぞれへトロフ、松は佐渡、沖と命名する。同日付で各艦は官邸類別等級表に登録。解剖艦4隻は占い守る型解剖艦に、類別。佐渡は、 占い守る型の7番艦となる。また、5隻の本籍は、佐世保鎮ュ府所属と仮定された。11月28日、佐渡は浸水。1943年2月20日、日本海軍は松林元成中佐を佐渡偽装委員長に任命する。2月24日、鶴見造船所内の佐渡偽装委員事務所は事務を開始。3月27日、竣工。 松林中佐は佐渡解剖官長となる。同日府で佐渡偽装院事務所は撤去された。本席を佐世保陳述府に定められる。本館より先に竣工した松林3月27日竣工の佐渡は、それぞれ南西方面艦隊機下の第一会場、護衛隊に編入された。一方で胴体から転出する駆逐艦や水雷艇もあった。 1943年3月27日をもって、第1海上護衛隊に編入された佐渡は、竣工当日に横須賀へ開港され、4月18日まで在泊。整備作業中の4月1日、同隊軍隊区分北支隊に編入された。4月21日、文字へ開港。24日、J 戦団を護衛し、文字発。29日、高沖。 5月3日、258戦団を護衛し、高尾発。7日、文字機。12日、P 戦団を護衛し、文字発。15日、高尾機。18日、第1会場護衛隊司令官の正気を、高尾庁舎から本館に渡る挙げし、263戦団を護衛し、高尾発。22日、文字機。27日、 1> 第1海上護衛隊司令官の正規は、高尾庁舎に復帰。31日、161船団を護衛し、文字発。6月4日、高尾機。8日、270船団を護衛し、高尾発。文字の手前で分離し、佐世保へ開港。12日から27日まで、佐世保海軍交渉で修理に従事。28日、W 戦団を護衛し、 文字発以後、文字台湾マニラシンガポールを結ぶ線での護衛に、十字。8月1日、第1海上護衛隊の軍隊区分は廃止され、全艦が第1海上護衛隊司令官の直卒となった。10月5日、佐渡海防艦長は、松林元成中佐から谷口信義中佐に交代する。11月15日、日本海軍は、 海上護衛総司令部を新編する。第一海上護衛隊所属の本館も同部隊の機関となった。佐渡は11月21日から佐世保海軍交渉で入居整備を行う。12月、佐渡やエトロフ島は佐世保で修理と整備を実施。12月31日、佐渡は非29戦団を護衛して文字を出撃した。 1944年1月4日から6日まで、高尾港に9日から10日までマニラに立ち寄った日29戦団は1月15日にシンガポール到着。1月19日、佐渡は非30戦団を護衛して同地発。30日から31日まで高尾港に立ち寄る。だが、非30戦団は米潜水艦タンバーに襲撃される。2月3日、 以降、タンバーの来撃により、タンカー御用丸、有明丸が撃沈された。サドは、爆雷攻撃を行い、タンバーに被害を与えた。サドは2月6日から8日まで、キールン氏に被迫。タモレイチ衛戦団を護衛し、2月12日佐世保に到着した。本艦は、佐世保海軍交渉で修理と整備改造工事を実施。2月23日、サドは、 火49戦団を護衛して、文字を出撃。公開中、高尾港で、解剖艦占い守るが火49戦団に合流する。3月6日から7日、佐渡は三3弱気候。占い守るは途中で火49戦団から分離、佐渡とは別行動となる。3月7日の3弱出撃時、火49戦団護衛艦は2隻となった。その後、 死さイ HA 船団を臨時に護衛した佐渡は、シンガポールに移動した。3月15日、護衛艦2隻は輸送船13隻で編成された、非50船団を護衛して、シンガポールを出港。18日、船団はサンジャックに到着し、20日に出港。24日にマニラに到着し、27日に出港。30日高尾港に到着。4月1日に出港。 二日に魔法に寄港、四日に出港、八日に文字に到着した。その後、佐世保海軍交渉で修理と整備を実施。四月二十九日、第八護衛戦団司令部は佐渡にて事務を開始する。五月上旬、佐渡は、日六十一団に加わる。五月三日、第八護衛戦団司令官、佐藤勤務少将を指揮官とする、日六十一団は、 護衛艦で、加入船舶11隻を護衛し、文字発。5月8日、輸送船、赤根丸が、米潜水艦の雷撃で勝破したものの、先き61船団は、マニラを経由して、17日シンガポールに到着した。だがマニラで、日61船団により分離した日英丸船団は、途中で、駆逐艦電を、米潜水艦、ボーンフィッシュの雷撃で喪失した。 5月23日、日62戦団は、護衛艦で、加入船舶8隻を護衛し、シンガポール発、マニラを経由して、7から8日に6連及び文字到着。佐渡は、佐世保へ開港し、7月8日まで指機会の整備を行う。7月中旬、佐渡は、日69戦団に加わる。7月14日、第5護衛戦団司令官。 吉富節三少将を指揮官とする、非69船団は、護衛艦で、加入船舶14隻を護衛し、文字を出撃した。7月18日、17号解剖艦が、潜水艦の来撃で勝破、船団を離脱した。他艦に被害なく、20日マニラ到着。ここで、輸送任務の空母2隻は分離、非68船団等に加入して内地に帰島した。 一方、非69船団は、護衛艦に解剖艦2隻を加えて25日にマニラを出撃。7月31日、非69船団はシンガポールに到着した。8月4日、吉富少将を指揮官とする、非70船団は、護衛艦で、加入船舶8隻を護衛し、シンガポールを出撃。マニラから来た、軽巡洋艦北条が途中合流し、 日本に向かった。8月12日午前8時ごろ、日70戦団は、北緯26度19分統計122度33分、北緯26.317度統計122.550度、26.317122.550地点で敵正水管を発見、佐渡13号海防艦と新高木が撃沈したと記録する。 ただし、米国側に対応艦の記録はない。佐渡は、同日より非70戦団から分離し、対戦相当を行いつつ、キールにへ向かった。8月16日、第1海上護衛隊は、軍隊区分相当隊、第3相当小隊を解剖艦4隻に改編し、同小隊は、佐渡解剖艦長の指揮下で行動することになった。 佐渡が日70戦団を護衛中の8月上旬、日本海軍は南方向け重要戦断日71、戦団を編成していた。空母大鷹、駆逐艦2隻、海防艦複数隻を護衛につけ、第三相当小隊と駆逐艦朝風も台湾から日71戦団に加わることになった。8月17日、松輪を含め護衛艦,艦艇は、マコ市で日71戦団に合流する。 だが、同船団は、アメリカ潜水艦複数隻に狙われていた。マニラに向け航行中の8月18日朝、米潜水艦、レッドフィッシュの来撃で、A ・広島るが、ひかみなり、駆逐艦夕凪義護衛下で、高尾に引き返した。同日夜、悪天候で非71船団の陣形が乱れる中、空母を高が、米潜水艦ラッシャーに来撃されて、 北緯18度12分統計120度22分、北緯18.200度統計120.367度、120. 18.200120.367地点で沈没。混乱した、非71戦艦を、米潜水艦は次々に襲撃。即急沈没、三角ア丸沈没、帝洋丸沈没、多松津丸沈没、野代丸損傷と、 アワマル損傷という大被害を出した。エトロフは損傷した。の白丸の護衛を行った。第3相当招待は遭難現場に止まり、潜水艦の相当に当たったが成果はなく、21日には現場を引き払い、マニラへ向かう。8月22日0400頃ろ、招待の各艦は、北緯14度25分統計120度00分。 北緯1 4 4日7度統計120.000度、1 4 4七7二2 0 0 0 0のバターン半島マリベレスの西方50キロ地点でアメリカ潜水艦ハーダーとハットに発見された。解剖艦はルソン島よりからまずはヒブリが並行し、サドはその後ろを航行し、三角形の陣形をなしていた。攻撃は 0500時 -0830 時までの間に行われた。まず、ハーダーがヒブリと松輪を目標に、ハットがサドを目標に攻撃し、三隻は損害を受ける。サドは、ハットからの魚雷一本が中央部に命中して、航行不能となった。その後、ハットの三度目の攻撃でさらに光りなりし、沈没した。 佐渡解剖艦長の谷口信義仲裁課上院73名が戦死した。佐渡と同行していた松尾及び日振りもハーダーとハットにより撃沈された。残存艦がエトロフのみとなった第三相当小隊は24日に編成を解かれた。同日、ハーダーはマニラ湾において第22号解剖艦と第102号小海艇により撃沈された。 マニラ到着以後の日71戦団は、加入船舶12隻を護衛艦,艦艇6隻で護衛し8月26日同地、出発9月1日シンガポールに入港した。10月10日、解剖艦2隻は占い守る型解剖艦、帝国解剖艦席のそれぞれから除籍された。松林も成中佐。 1943年2月20日から1943年3月27日、松林元成中佐、1943年3月27日から1943年10月5日、谷口信義中佐、1943年10月5日から1944年8月22日、戦死、同日付任海軍大佐に特進。この数字は、 特集兵を含まない戦時日誌中の作戦経過概要による戦時日誌中の作戦経過概要による。ありがとうございます。